ビールだけ飲んでるのもあれだからさ、なんか食べ物頼もうよ。俺もお通し食べちゃったし。なんでもいいよ、さくらちゃん好きなのにしない。何がいいの？貝さ、いいんだけど、俺貝、ホタテしか食べれないから、さくらちゃんが一人で食べるのが好きなのにしない。何がいいの？ここアサリの酒蒸しなんてあるんだ。美味しそうだね。俺もちょっと食べたい。俺アサリ食べれるよ。だってアサリってホタテだろ。何がピンとこないの？だから俺は貝はホタテしか食べれないの。で俺はアサリも食べれるの。ってことは、アサリはホタテだろ？こういうの三段論法って言うんだぞ。知らない？食べれるんだって。だから、食べれる貝はホタテとみなしてんの。食べれたらホタテ、食えるからアサリもホタテなんだ。なんか貝の名前言ってみ？ホタテはホタテ。アサリはホタテ。シジミはホタテ。ハマグリはホタテ。ホタテはホタテ。シジミはホタテ。アサリはホタテ。ハマグリはホタテ、ホタテはホタテ、シジミはホタテ、アサリはホタテ、ハマグリはホタテ、ホタテはあんま貝知らない？いろいろ出した方がいいよ。食べれないのもちゃんとあるから。ホタテはホタテ、シジミはホタテ、アサリはホタテ、アワビはアワビ、ホタテはホタテ、カキはアワビ、サザエはアワビ。食べれなかったらアワビの、食べれたらホタテで、食べれなかったらアワビ出して。ホタテはホタテ、シジミはホタテ、アサリはホタテ、ホタテはホタテ、アワビはアワビ、アワビはアワビ、ホタテはホタテ、ホタテはホタテ、アワビはアワビ、アワビはアワビ、アワビはアワビ、ホタテはホタテ、アワビはアワビ、ホタテは。時間の無駄じゃない？ホタテはホタテだし、アワビはアワビだ。この2個は聞かなくていいんだ。だから出してみ。ホタテはホタテ、シジミはホタテ、アサリはホタテ、ムール貝はアワビ、トリ貝はアワビ、カキはアワビ、赤貝はアワビ、シジミはホタテ、イカはイカ、ホタテはホタテ、アワビはアワビ、イカはイカ、ホタテはホタテ、アワビはアワビ、イカはイカ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 、イカは。目的は何だ？イカはイカだよ。イカはイカだから。だから貝がホタテとアワビに分けれんの。だってまあ、でもそうか。食べ物ってさ、考えてみたら何を食べるかじゃなくて誰と食べるかだもんね。そう考えると俺、さくらちゃんと一緒ならどんな貝も食べれるかもしれない。出してみて。ホタテはホタテ、シジミはホタテ、アサリはホタテ、ホタテはホタテ、ハマグリはホタテ、シジミはホタテ、アサリはホタテ、ホタテはホタテ。さっき食えなかったやつ出さないと。食えたやつはもともとホタテだから全部ホタテなんだよ。それが三段論法だよ。食えなかったやつ出すんだ。アワビもホタテ、そう、ムール貝もホタテ、カキもホタテ、サザエもホタテ、イカはイカ、イカはイカだよ。イカ聞いても意味ない。まあいいや、とにかく注文決めよ。何がいいの？ホタテのバター焼き？時間返せよ。